後までわからないもんですから本人がイライラするんですよね、はい、その辺で、気分がいいかもしれません。見ていきましょう。さあ山脇の演技が始まりました。 9.50 以上ですと文句なしのこの山脇の2回目の優勝が決まります。大きなコスミック伸身、今のはいいですね。素晴らしかったですね。ちょっとミスが出ましたか。腕が曲がってしまいましたね。片手の車輪です。背面系から家が持った。背面車輪、さあ折り技はどうでしょうか。ちょっと厳しいところですね。まあ無事に終わったんで、落下しないで終わりましたから、はい、気持ちとしては余裕ができたでしょうけど、はい、まあこの後森、外村選手がね、はい、どうやるかちょっと分からなくなってきましたね。もう一回見てみましょう、はい、これは中抜きから逆手背面ですね。持ち替えをします。そして、体をひねって折りになるわけですね。でこの折りで非常に苦しんでるんですね。今宙返りのアフリ、ここなんですが、伸身の2回宙返りですが、これ最初屈伸になってませんでした、屈伸になってますね、はい、ですから伸身の2回宙返りっていうのは D 難度なんですね、はい、で鉄棒だけは内規と言いましてね、国内のルールで加点はしないけれども D 難度として扱うと、はい、本来 D 難度っていうのは 0.2 の加点があるわけですが、鉄棒だけは加点はしないということになってるんですね。しかし今の形ですと伸身体制が完全に見えませんから、 C という難度表記でしょうね。ですから今の運動で 9.5 は厳しいと思いますでしょうね、はい、横で宮里コーチとこうやって話をしている山脇。ちょっと蹴上がり持ち替えの時に体重が前にかかり、重心が戻ってしまいましたんでね、はい、腕を曲げました、はい、あとから大き確実に 0.1 から 0.2 引かれますね、はい、着地でも 0.2 は引かれます、はい、ですからそういうところは完全に出てきますしね。